はい、こんにちは。大阪大学の整数の問題を紹介いたします。P、Q は素数で、で、P は Q の2倍よりでかいですよと。まあ、とりあえずこの時点でまず P について限定されますね。 P は2と3はありえませんと。一番ちっちゃい素数が2なんで、22が4よりでかいだから2、3はないと、5以上と。で、この式 P の N 乗を引く4括弧マイナス9の N 乗が全ての自然数 N で3の倍数となるような PQ は、まあ無限にあるんでしょうけども、そのうち最小のものを求めてくださいと。で、まず全ての自然数で3の倍数になる、この式が3の倍数になるのに P はまず3じゃないですと。で、これ Q が3だったら、それは3の倍数でない数と3の倍数の和が3の倍数になるわけないんで、Q も3じゃないということがわかると。そうなるためには、3の倍数になるためには。で、あと、マイナスの N 乗になってるんで、ここは N を偶数の場合か、奇数の場合かで、まあ、場合分けした方が考えやすいかなと。で、まあ、これは L は0以上。まあ、0は入んないですけど、N0 はないですけど、まあ、N は0以上の整数で、N イコール0は含まないと。しておくと、じゃあまず N が偶数の場合、P の 2L 乗。で、これ結局、ここプラスになるから、マイナス 4Q の 2L 乗と。で、これ、平方数ですね、これ。P の L 乗の2乗、Q の L 乗の2乗。平方数なんで、3の倍数と平方数は非常に相性がいいですと。モッド3。3の倍数だから、3の倍、モッド3で考えたときに、平方数は、ある数の平方数っていうのは、モッド3だったら0か1ですと。じゃあこれは一応念のため確認しておくと、自然数っていうのは3の倍数か3で割って1余る数か2余る数をマイナス1と表現できますと。3で割り切れる数、余り1、余り2と。で、3の倍数が2乗したってそれは3の倍数ですと。で、これは2乗すると、9m2 乗プラスマイナス 6m プラス1は、3括弧 3m2 乗プラスマイナス 2m プラス1なんで、3で割って1余ると。3で割って2余ることはないですよと、平方数は。で、ここで今、p も q も3の倍数じゃないんで、0はないから、結局平方数は、モッド3で1です。ってことは、この式は合同を1引く4と。で、これは、マイナス3は3の倍数だから、3の倍数になってますと、必ずと。なんで、n が偶数の場合は、この式は必ず3の倍数であることがまず言えると。なんで、pq 何でも OK と。n が偶数なら。じゃあ次に n が奇数の場合は、もう単に代入して、p の 2l プラス1乗引く4括弧マイナス9の 2l 足す1乗で、このプラス1を1個前に出してあげると、p かける p の 2l 乗。で、マイナス4括弧マイナス9かけるマイナス9の 2l 乗と。そうするとこの式は、ここはそのままで、で、マイナスとマイナスで、マイナスの偶数乗だから、ここはプラス9の 2l 乗になるから、プラス49かける9の 2l 乗と。で、やはり、偶数乗、平方数はモッド3で1なんで、この式は合同 P 足す、4Q と。で、これもちろん L が0の場合でも成り立ってます。L が0だったら1なんで。1の場合も、L イコール0の場合も OK と。そうすると P 足す 4Q で、4っていうのはモッド3で1なんで、結局これは P 足す9ですと。じゃあ、p たす q が3の倍数になってれば、奇数の場合も、この式が3の倍数になると。じゃあ、2つの素数の和が3の倍数になるようなもののうち、最小のもので、これを、の条件を満たすものを探せばいいと。そうすると、素数はちっちゃい順に、2、3、5、7、11ってあって、まあ、この辺でも和が3になって、これを満たすのは、q は別に2でも OK ですよね。じゃあ、2の相手で、3の倍数になるのは7。ということで、まあ、これが一番ちっちゃいのぐらいは、まあ、それよりちっちゃいのはないですねって、まあ、示せば、示すとかもう、
これよりちっちゃいないですよね、それはもう。3はダメで、で、まあ、5、7とかも OK ですけど、それはもちろん、2、7よりもでかいんで。ということで、答えは、2、7のペアが最小となります。と。じゃあ以上です。ありがとうございました。